前回のあらすじ。約半年ぶりの工場長現場復帰、新規 1.0 からやり直す覚悟でこれからハゲ散らかす。せめて初期1くらいはふさふさの大地で、お帰りなさいとかどの口が言ってんの。もう皮肉にしかなってないぞ。現場復帰した人に厳しすぎじゃないですか。育休明けて戻ったら自分の机なかったとかそういうタイプのやつですか。タックルで出迎えてくれる笑顔の絶えない職場です。孤立無縁で居場所ないので途中見かけたお犬様をスカウト。これから毎日スーパーコンボしような。拠点候補地に着く頃にはお犬様は2匹に増えた。なお迷子多発ですでに30分経過。工場長らしいことを一切しないまま尺の半分を使った。これ犬の散歩ゲーじゃなくて工場作るゲームです。そして気づいたらまた増えた。見かけるたびにスカウトしなきゃいけないルート入った気がする。要するにハゲるってこと。ようやく工場長としての仕事を始めたのもつかの間。もっと頼りのゴリ押し術に早くも目覚める。自動化を全否定する25倍速の手作業。もう全部これでよくねとか思ったら工場長終了だよ。こんなだらしねえのだらし工場で体裁保てると思ってるんですか。パート1なのにほぼ進展なしはまずいですよ。ほぼ犬の世話と手作業しかしてないですよ。次から真面目に仕事します。要するにハゲるってこと。どうも、ナスビーです。今回から真面目に工場長します。真面目ついでに残念なお知らせがある。前回最初に紹介した自動回復のモッドだが、すでに正式仕様になっていて無意味だったらしい。と休職中のアプデで変わったんだろうと思っていたら、適用されたのは全シリーズのパート6の撮影時だった。毛根だけでなく記憶までハゲてたってことですね。新しくしたアイコンが早速仕事してますよ。全然よしじゃねえんですよ。この全然よしじゃねえ携帯機もさっさと回収しますよ。こいつらがいると高速手作業のゴリ押しに頼ってしまう。最序盤の装備なのにゲーム性を破壊するとは思わなんだ。いや全部高速手作業モッドのせいですけどね。ところで今鉄が足りないんですよ。こういう時便利なものがありましてね。なんと電源いらずで無限に稼働し続ける採掘機があるんですよ。なんと効率は横で頑張ってる電源駆動の採掘機の数十倍。真面目に仕事するのなんてアホらしいですよ。使えるものは何でも使いましょうよ。これ完全に正規の採掘機に喧嘩売ってますね。お前そんなでかい図体して効率そんなもんなの的な。こいつらを大量に持ち歩くだけで工場長自身が工場になってしまう。結局手作業ゴリ押しに頼ってるじゃねえかとかうるせえぶっ飛ばすぞ。ゴミみたいな生産量の自動化ラインの横で高速手作業。これは間違いなくバチが当たる。拾っては叩いてを繰り返すこと10分。鉄板ロッドネジの鉄素材30紙がこんなに増えた。手作業で元手を作って自動化ラインを組む。工業発展の道筋としては何も間違ってないはずだが、何かが間違ってる気がする。では改築するための資材が集まったので一旦さら地にしますか。こいつら作る必要なかったのでは。そうだよ意味なかったよ。これ工場芸の体裁保つために置いただけだから、保ててると思ってるの私だけですかそうですか。手作業ゴリ押しになったのにはちゃんと理由があるんですよ。工場の下地として土台で整地するのに大量に資材が必要だったんですよ。これを済ませないことには本格始動なんてできないんですよ。というわけでズープ設置で一気に範囲を拡大、地面と接触しない高所に工場のベースを築く。とりあえずはこんなもんだろうか。ハブとスーパーコンボハウスも一時撤去しよう。ほら1時間ぶりの散歩だぞ。ロック様またエイリアン退治してる。ほんと名前に忠実すぎだろ。さてお次は何かな。スーパーコンボ収容のお知らせ。お前ロック様と一緒にいたくないからってそれはないだろ。板挟みのステイサムの気持ち考えたことあるか。とばっちりってレベルじゃねえぞ。見ろよステイサムの気遣いを。おやつで仲裁しようとしてるだろ。お前こんなことしてたらファミリー離れていくぞ。こうなった時の対処法は限定されるが、そもそも現在の進行度では核廃棄物は処理できない。一旦拠点から遠くに隔離するしかない。まあスタックが一つだけなので放射線の範囲は狭いが、
ひとまずドムだけ別室に隔離しよう。とは言っても一体だけ都合よく隔離する術などない。一度全力ダッシュで突き放して全員迷子にする必要がある。そこでうまいこと走り回ってスーパーコンボ組だけ分離させた。ある意味本編と同じ構図になった。これでステイサムの辛労も減る。さあ新しいスーパーコンボハウスよ。ここなら気兼ねなく続編制作できるだろ。同じハゲでも相入れないこともある。世界にはいろんなハゲがいるのだ。さあお前は別室だぞベクレハゲ。もう狂気の笑顔にしか見えないぞ。ほらお前専用の部屋になったぞ。これ以上ファミリーが増えないことを祈りたい。一応周辺環境にも配慮して密閉しておこう。いやさすがにこれはかわいそうか。面会用の隙間くらいはつけてあげよう。いやなんか余計にひどくなった。ごめんなさい今のなしで、時々面会来るから許して。では広げたベースにハブを引っ越し、ついでにマイルストーンも進めておく。ベース拡大で邪魔になる草木対策でチェーンソーを解放しよう。引っ越しても結局スレスレじゃねえか。狙って配置したわけじゃないです。本当に偶然です。というわけで早速作ってみた。やはりこれが一番手に馴染む。あくまで伐採専用で敵に使えないのはご愛嬌。ここまでの道中で大量に拾った草木を燃料にしておく。もうこれガソリン作る頃までいけそうなくらいある。ついでに細々したものを加工しておこう。この火薬は全部ステイサムが拾ってきた素材でできてる。みんな名前通りのもの拾ってきて助かる。あとマムの解析もいける分だけ進めとこう。読み方はマムなのかママなのかわからん。まあどっちも母ちゃんだからいいか。エイリアン素材は現状ロケット生肉のものが大半だが、ロック様が仕留めてきたものもあるので少しだけ楽になった。変なもの拾ってきたのドムだけですよ。では続いてオーサムシンクとショップの開放。簡単に言うと不要な素材のゴミ箱兼リサイクル施設。そのポイントでお買い物ができる仕組み。おされ資材は大体ここの品物なので、見た目にこだわるフェーズに移る頃になるとお世話になる。というわけで電力とコンテナをつなぎ、いらないお花をまとめてぶち込む。モッドでポイント変換率を100倍にしてあるので、本来ゴミみたいな変換率のお花ですら序盤はボロ儲け。大体レシピの収集と同様に、周回時の煩わしい要素は時短解決しようと思う。現状だと大したものは買えないが、とりあえずはしごだけは買っておきたい。そもそも飛行モッドを導入しようか悩んだ。しかしあれは進行度とともに解放してこそだと思い、あえて面倒で剥げ上がる道を選んだ。楽しようとすると視聴者からお叱りを受けるんですよ。どうせ工場長したことない人の悪発言ですよ。このゲームで最初からやり直すのがどれだけ猛攻に来るか、きっとその辺わかってないんですよ。そもそも普通の人は猛攻の心配なんてしないですかそうですか。というわけではしごやコンベア床穴などよく使うものを買っておいた。これでいろいろとはかどる。飛べないうちはこういう地道な移動に頼るしかない。こういう時に人間アピールしとかないと、いざって時誰も心配してくれなくなる。では約半年ぶりのあれやりますか。というわけで掃除も済んだので鉄加工ラインを組むとしよう。誰だよこんなにいっぱい携帯機置いたハゲ。自動化を楽しむゲームで手作業に勤しむとか何考えてるの。足場はずれないようベース部分から拡張。これちょっと高くしすぎたのでは。早速やらかしてませんか工場長。まあそんなのは未来の自分が何とかしてくれるってことで。とりあえずインゴット生成までの簡易的なラインを組んだ。ここまではそう悪くないように見える。しかしこの高低差をきれいにごまかすライン化が難しかったため、ベース部分を解体することにした。ただ広げただけなので壊すのも作り直すのもさほど手間じゃない。ところでこのあたり、明らかに雲のカサカサ音がするんですよ。これは地下の洞窟から貫通してるのかそれともバグで埋まってるのか、いちいち気になって仕方ないがどうしようもない。動画内だと BGM で緩和されてるが無修正版だとカサカサ音がすごい。
ではベースの解体も済んだので、この鉄加工ラインを新たなベースとして拡張し直す。ふさふさな奴はお呼びじゃねえよ、カエンナ。お前どこのスカルプ使ってんだよ。こちとら効き目を実感できなくて半年で買うのやめたぞ。まあ見バレしたらビジネスハゲなのバレて炎上しますけどね。クソ高いスカルプ買ってたのは本当だから許してね。気にするのやめたらふさふさになりました。ハゲの悩みはハゲを加速させる悪循環を生む。ありのままを受け入れるのが一番ってことですよ。まあ私はただの名誉薄毛男性ですけどね。ハブも再びお引っ越し。これ妙にでかいせいで序盤は置き場に困りがち。ついでにコンベアマーク2も解放。アップグレードに必要な強化鉄板はこっそり手作業した。複合素材はライン化が面倒なので手作業に頼りがち。基礎素材も手作業でやりまくってるだろと言われたら何も言えない。ではだらしねえマーク1コンベアをマーク2に上書き。これで素材の渋滞がやや解消される。生産量と輸送量のバランスを計算し始めるとハゲるので注意。そのハゲ上がりを楽しめる人はこのゲームで一生遊べる。というわけで鉄インゴット生成ラインの最適化が完了。最初くらいは綺麗に仕上げたい。その気持ちを複雑化するライン終盤まで維持できるかが問題。そしてベース拡張中に現れたボッチザスパイダー。ほらやっぱり蜘蛛の足音だった。やっぱり何らかの不具合で表示されてなかった説が濃厚。でかい奴はマリオジャンプしてくるが小さいのは段差に弱い。遠回りしてくる知性もないようだ。これ倒せば消えないカサカサ音が解消されるだろうか。いや普通にまだカサカサしとりますな。わかりやすいよう一時的に BGM オフの無修正でお届け。やはりあの鉄鉱石ノード付近が臭い。昔も石炭ノードにスピッターくんが埋まってて、無敵状態で無限に遠距離攻撃してくる悪質なバグはあった。今回のは音だけなのでまだマシか。これロードし直しても直らないので諦めるしかなさそう。というわけで採掘機の設置だけ先に済ませた。そろそろ土台置きまくりでコンクリ在庫が剥げる頃合い。こういう時便利なものがありましてね、以下省略。なんと電源不要で範囲内にいくらでも置けて以下省略。すぐ横で手作業してれば無限制作できまして以下省略。まあちゃんと自動化ライン組めばこっちも負けてないんですよ。こんな感じで徐々に手作業に頼るシーンは減っていくはず。まあライン組めてない素材はガンガン手作業しますけどね。だってこっちの方が今は楽なんだもの。結局鉄インゴットしか自動化してないぞ。それなのになんだこの大量の素材ストックは、ライン化に必要な分だけ作るつもりが、25倍速が気持ち良すぎて勢いが止まらなかった。これ全部手作業で作りましたって言ったら本部ドン引きしそう。ではインゴットの加工ラインを増設。このまま横一直線に伸ばす感じでいこうと思う。複合機を導入するまではシンプルなラインで組みやすい。そして反対側はハブが邪魔になったのでまた撤去。本能のまま改築してるノープラン工場長の日常はこんな感じ。むしろ設計プラン完璧な工場長の方が同化してる。4本しか電線繋がらないだらしねえ電柱も並べれば綺麗。配線もデザインの一部として考慮するのがプロの仕事ですよ。モッドで無線化するのはなんか違うって言った意味がお分かりだろうか。ブレーカー行くのだって最初は楽しいぞ最初は。原発絡んでなきゃブレーカー行ってもなんとかなるから大丈夫。ほらこれが欲しいんだろさっさと働け。環境破壊で得た燃料の味はどうだ。これが環境活動家の涙の味だよく覚えとけ。この先もっと味わい深いものになっていくぞ。というわけで鉄インゴットの加工ラインが完成。横に伸ばすだけでもかなりそれっぽくなるだろ。これで鉄板の加工ラインが8個分。この先は別素材との複合ラインになるので、ここは一旦打ち止めにして他の鉄素材のラインを組む。誰だよこんなに携帯機置きまくったハゲ。不正の証拠を隠す気すらない。そもそもこいつらのコスパが良すぎるのが悪い。というわけで石灰岩地帯も整地開始。ちょっと地面から高すぎないかこれ。採掘機届くのかこれ。届かなかった時のことは届かなかった時に考える。先のこと考えて立ち止まるなんて愚か者のすることですよ。今この瞬間を精一杯生きるのが工場長ですよ。そして今しか見なかった結果がこれですよ。やっぱり高すぎて採掘機を設置できなかった。トライ&エラーは科学の基本だってドクターストーンでも言ってた。このエラー真面目にやってれば防げたでしょとかうるせえぶっ飛ばすぞ。
取り返せるなら何度失敗したっていいんだよ。失敗を恥だと思うのが一番恥なんだよ。こうやってだらしねえ部分を全世界に公開する勇気が大事。私は少しは恥じた方がいいですか？そうですか。というわけでさっきの鉄ラインと同じようにコンクリラインを組んだ。石灰の供給がだらしねえのは仕様です。これは後でオーバークロックさせれば改善できる。やや放置してたがスーパーコンボ組の様子はどうだ。相変わらず武器になりそうな素材ばかり拾ってくるステイサム。そして毎度エグいものを拾ってくるロック様。名は体を表すってのはほんとらしい。拡張部分と重なるのでお引っ越しの時間よ。スーパーコンボ組は特別にベース部分へ案内しよう。これで回収も少し楽になる。そしてまた邪魔になってハブ引っ越すやつ。今回だけで何度目だよ。やはり少しは恥じた方がいいかもしれない。ではもう片方の鉄の動インゴット生成ラインに拡張。こっちは最終的にネジ加工ラインにしたい。問題はこの隙間に鉱石を合流できるか。これどう見ても狭すぎて合流器うまく噛み合ってないような。そういう時は本番環境に移る前にテストですよ。このコンテナに鉱石をぶち込んでうまく流れるかを確認する。お前ならいけると信じてる。ここで頑張らないでいつ頑張るんだ。さあ行ってこい。Nope. どうしてそこでやめるんだそこで。これは設計ミスじゃなくて鉱石がだらしないぜ。嘘です、ただの設計ミスです、ごめんなさい。狭いなら広げればいいだけの話。1マスずつ両サイドを横にずらせばいけるだろ。ずれちゃダメなのはカツラだけだから。いやこれも微妙な感じじゃないか。一応隙間は空いたがこれにコンベア繋げられるのか。これダメだったら面倒だぞと思いつつ試したらギリギリ繋がった。ただしこういうごまかし方を覚えると最終的にスパゲッティになる。こんなもん動けばいいんだよ動けば。いやらしい配置で鉄ノード並べた開発を恨むぞ。大丈夫、よく見なければごまかしはバレないから。あとは生成したインゴットの受け止めコンテナをつなげる。反対側さえ見なければ綺麗ならいいんだろ。大丈夫、最悪壁で覆えば反対側は見えないから。次はこのインゴットの加工ラインを伸ばす。湖は今のところ出番ないのでベース拡張で覆ってしまおう。後で必要になったら未来の自分が何とかしてくれる。試行錯誤が不毛すぎたため道中全カット。インゴット旧ラインはネジ6ロッド3に分配。ネジは大体レシピでインゴットからの直加工。コンベアが遅すぎて大渋滞を起こしてるのは仕様です。この辺も未来の自分が何とかしてくれる。これで鉄の基礎素材とコンクリの加工ラインが完成。やっと工場長らしい仕事ができて満足。これで手作業に頼るシーンが少しは減るだろうか。むしろ複合機ラインが面倒で手作業が増えそうな予感はする。これ鉄板とネジ遠すぎて運搬どうすんの。クソ長いコンベアで無理やり繋げたらゴミみたいなラインになるぞ。あとどうも加工して欲しそうにこっち見てるぞ。そんな目でこっち見るなよ。また携帯採掘機置きまくるぞこの野郎。またスーパーコンボ組が放置気味になってしまった。ちゃんといい子にしてたかお前ら。ステイサムは石ころ拾ってきた。ロック様は何持ってきたんだ。船かコンビでスーパーコンボ。お前らほんと何考えてるの。まだペットにしてから3時間くらいだぞ。ステイサム以外べくれたぞ、どうすんのこれ。連帯責任だ、二人ともこっち来い。ファミリーは決して見捨てない。これは向こうでいち早くべくれたドムの心情でもある。俺に友達はいない。いるのは家族だけだ。フルスピードでべくれるのが俺の人生だった。だからお前と俺は兄弟だった。お前も同じだったから。ごめん、ステイサムはまだべくれてなかった。まあ最新作でファミリー入りするみたいだし問題ないだろ。ちょっと公開より早めにフルスピードでべくれるだけだよ。まあロック様出演拒否してるけどね。ここでくらい仲良くファミリーしててほしい。いやどう見ても収監された凶悪犯でしょこれ。ちょっと今は手に負えないのでここでファイヤーブーストしてて。このスーパーコンボハウスはべくれてないのか。これ解体して手元に資材戻ってくるとき思いっきりべくれないか。どっちみちあれだけ触れ合ったらもう手遅れか。これ労災でカバーできるんですかね。そもそも会社が労災未加入ですか。そうですか。というわけで約4時間分をまとめたパート2でした。
次回はもっと長時間の作業になる予感。要するにハゲるってこと。ご視聴ありがとうございました。